あ、普通に乗ってますね。グッチさんの前に川口さんが長電話すると激怒したって、グッチさんあれはね、違う、あれはちゃんとルールがあったよ。でも自分は長電話したんですよね。してないよ俺は。チャリ線じゃないですか。じゃなくだってかかってくる電話だもん。いや、わかんないです、意味かかってくれば長電話でいいですね。あの頃電話って高橋ルール違うんだ、ちゃんとルールがあったんで、なんとあのちょっと教えてもらっていいですか、うん、あったのよ、かかってくるのは仕方ないですね。で、それで長電話しないよう、寮の電話だから、それがまあ2台ぐらいしかないんでしょうね。そうそう、1台しかなかった。あ、1台、うん、しかもこれ新人を玄関に集合して全員正座させたっていう、吉彦さんで、お前らどういう教育しとるんじゃと、連帯責任じゃって、どれつけポリバケツの蓋で全員の頭を殴ったって書いてある。殴ってないよ、そんなことしませんよ。正直言ってください。バットで殴ったかもしれない。違う、殴ってない、殴ってない、殴ってない最悪だ。あー、でもスリッパで殴ったことあるな。ちょっとスリッパだったんですね、うん、連帯責任になっちゃうんですね、これは。もうやっぱりそうなったね。なったんですよ、やっぱりカープはもう。で、一番かわいそうな中田っていうエータ、知らないですけど中田っていう選手がいたんよ、はいはい、で中田からないいつもやられる。中田がいつもその年数重ねても中田ないなんかしないけど、エータって言ってエータって言って永田、永田になるわけよ。で、永田が何年目になってもなんで僕なんですかなって。普通はこっちに映ってくわけですけどね。そう、映らんのよ、エータないつも。よしこさん何年で寮出たんですか。何年、結構いたね。嫌だったでしょうね、下の方は、うん、もう稼いでんだし出てってくる。で、俺がまあ出てる時はあれだったんじゃない、あの幸せだったよね、みんな。もう祝賀会したでしょうね、うん、みんなで寮でも俺の部屋を開けっぱなしで、だから冷蔵庫にジュースとか全部入ってたから、はい、あ、だから飲んでいいよったら帰ってたら全部なかったもんね。あ、それは怒んないですね。怒んない、全然怒んない、ね、全然怒んない。長電話とかそういうのダメなんですね。ルールですからルールですよ。なるほど、そうですね。ね、多分コメント欄にルールって知ってますか、吉彦さんってこう来ると思いますよね。今までの会話聞くとルール、ルールなんですよ。あ、なるほど。でも今のとこは吉彦さんにルール的なものは感じないです、今のとこ。ちゃんとルールなんです。ああ、なるほど文言も、文言は破るためにあるのね。そういうルールですもんね。そう、文言は破るためにあるってルール、ルールだからね。だけ文言作るんだからね。あ、なるほど、うん、そういうことなんですね。そう、そういう理解すればいいんですね。だから出てっても見つかっても、例えば吉子さん監督これがやったとします、僕が見つかったとします、いや、破るためにあるんですよね、監督って。俺だって、俺二軍監督やった時に俺文言とかそんなの一切言ったことないもん。そうですよね。じゃあ破るの全然平気やもん。そうです、だって言えないですもんね、正直こう。いや、俺が、はい、違う、そういうことじゃないだろうでも俺はそういうの全然気にならない。変にこそこそされるよりは。なるほど。ただルールがあって見つかんない努力をしなさいまあ確かに、うん、堂々とやんじゃねえよ。そうそう、見つかんないまあ可愛げに、なるほど、やりなさいってこと。そうですよね。で、それで文言を調べることもないし、ああ、で、野球を一生懸命やってくれたらいいんで、まあ、様子でわかりますもんね、うん、役頑張ってるか、うん、で、それだけでいいんで。俺はだから文言の調べたことは言いに行くんだけど。うん、そうです。何年やられたんですかね、ロッテで。コーチで10年ぐらいやった俺。そんないました。うん、バレンタインの時からずっとだから。僕だから吉彦さんは一軍の監督、前も僕言ったんですけど、うん、吉彦さん一軍の監督やるために二軍の監督やってんだと思ってましたもんね。違う違う、で西村監督になったやんか。ああ、そういうことじゃないんだよね。ああ、で西村が悪くて、西村監督が悪くて、で俺ヘッドコーチになったやんか。はい、で俺一緒に辞めたけどね。ヘッドコーチはしたくないって言ったんだけどね。したくなかったですか。うん、やっぱ二軍の方が楽しかったもん。ああ、楽しいんですよね。うん、あの時ほらデーブがいたやん。そうですね、まあ、僕編成もやりましたし、で、あの編成前の年あのトラブル起こして、うん、あったな。はで、編成に回ってる僕に監督室に呼ばれて、吉子さんにロッテ浦和の、うんうん、持たせてもらったのが一勝日2本でしたからねあれ、ああいいんですかみたいな問題を起こして編成に回ってるのはもちろん吉子さんも知ってらっしゃってて、うん、おい監督室来いって言われて、ロッテのロッカー行ったらだいぶ差し入れがあったみたいで、酒屋かぐらいの。あったあった、ほんとあった、はい、うん、2本もらって帰りました、うん、車かと、はい車ですっつって、じゃあ持って帰れるだろうと、はい、
結構いい焼酎もらってたからね。いい焼酎、はい、うん、だからやっぱり吉子さんあたりはすごいんだなってそのブレーンがとは思いましたね。練習の虫っていうのはもう僕らもこれすごく聞いてます。遊んでも練習する人だった、うん、こう足を故障した時にバッターボックスに置いた椅子に座ってフリーバッティングもしたんですか。あ、ティーね、ティーよ、ティーをした。これ使えないから、うん、ティーをした。すごいっすね、それは。いや、通常休みますもんね、やっぱそれ、ラッキーみたいな。でそれはもう、バッと振らんか、何笑ってる。書いてます、あの、なんて、付き合ってる女性のマンションにバット持ち込んで夜中に素振りを繰り返していたりと書いてあるやろ。はい、すごいですね。いや、そうなんだって。俺、野球人なんやもん。いや、分かんなくなっちゃった。メイン、何これ、メインが野球なんで、俺メインが野球なんで、はい、大幹が野球やん、はい、そっか、枝が分かれて遊びとは、枝が全部女子になっちゃうもんね。違う、いやだって飲みとかそういうのもあるやろ。飲み、飯もあるんですよ。女性も入ってくるけどその大幹がないと何もないわけやん。だからそこが俺は絶対あったから、あ、だからみんな尊敬してるんですよ、吉子さんのことは。だから、うん、じゃあチャランポランだったら誰も尊敬しないじゃないですか。だってやってることはもうチャランポランじゃないですか。丸く言いますけど、やばいと思うんですよ。あの、褒めてもらってるか、めっちゃ褒めです。全くわからんな。いや、本当に吉子さんがやってることってもう検証してたらだいぶ合ってますもんね、これ。ね、でもなぜかって言ったら野球を愛してて、うん、で野球の練習だけは吉子さんの右に出るもんない。だから秋山浩二さんと吉子さんどっちが練習したって我々はこう比べる。まあ秋山すごいな。めちゃくちゃやったんですよ。同じ逸話なんですよ。だ、秋山さんはそんなに女性には行ってないんですよ。そんなことないよ、行ってない。僕は全部見てますから。うっせえ。僕はほとんど毎日いましたから。ほんまね。そうですよ、見てるんです。なんでそんな比べて、そんな力戦、あまりにも違いすぎるんです。なんでその力戦するんや。いや、だって、ま、こんなにあので、大体これ適当な感じが多いですよ。適当じゃないけど全部合ってますからね。合ってますよ。合ってます、これ合ってますよね。合ってます。これすごいな。これ吉子さんこれやばいっすもんね。何がやばい。江川さんから若い時の自分に性格が似てるって。似てますね。誰、江夏さんから言われたって。それをだから生意気で目上の人にも臆さずに物言うから出されたけど、出されたんだと。合ってます。合ってるね、はい、合ってます。阪神って、阪神はロッテの後阪神行ったんですか。2年いたよ。で新庄とやってるもん。あ、でもそれもトレードですか。トレードなんかやったんですか。やった。カナさんとちょっとやった。あっなんで。いやいや、カナさんと、カナさんとやれる人いなくないですか。ちょっと待ってください。あの、それって憲法、日本国憲法を破ってる話ですよね。我々の業界からすれば、カナさんやったってる。あの時ね、ロッテの時に昭和公園があるやんか、はい、あそこロッテ泊まるやんか、西武ってやる時、はい、遠いから、はい、だから西武も悪いよ、あんなとこに球場作ってからさ。泊まるとこないしさ。あの頃パレスとかなかったんですね、立川とかに。そう、立川に泊まるやんか、はい、遠いのに、はい、まあうち近所やけどな。そうですね、そうですね、わかるやん、はい、こんなとこで球場を作って、昔あったからね。まあ、あれは電車で乗ってもらうっていうことじゃないですか。そうそう、そこにも文句をつけたいわけですね、まずは。もともとは政府が悪いと。そう、そこで、いわゆる昭和公園ってあるやん。あ、りました、昭和公園。昭和の森公園だから、でかいですよ。打ちっぱなしもあれば。もともとあれ滑走路やからね。あ、そうなんですか。あそこもともと軍の滑走路やから。だから広いんよ。はい。ほんで、そこで朝10時、真夏間よ。はい。散歩なんよ。1時間。それもちょっときついですね。1時間散歩ない。ナイターなのに。1時間散歩。はい。びっしょびしょや。はい。時に、よし行こう。分かるやろ、この散歩の良さがって。分かりませんって言った俺。ダメだ。ダメだな。それ、真顔で言っちゃったんですか。分かりません。うん、分かりませんって。でももう俺、ある程度年齢いってるから、大ベテランですよね。しんどいやん、もう。まあ、10時に起きてくるベテランないですもんね。それで自分のもうルーティンがあるやん。ありますよね。で朝10時からや。ね、ほんで、うん、びっしゃびしゃや。それでもうごまするってことが俺できん人間や。野犬ですからね。で徳武さんが部屋来て、ね、コンコンって、なんすかって、お前監督に言うよ、もうちょいよ、ごますれよ
バーン閉めてほっといてくださいっつって、あのどっちかっていうと徳さんもヤバい系の顔してますからね野球界では。あ、まあ全然関係ないですね。関係ない。でもバーン閉めてほっといてくださいでグラウンド行って喧嘩になりそうになった俺、あの神戸のグリーンスタジアムで徳さんと外野でほっといてくださいよグワッとなったわけよ。長司さんがバーンしてやめろよしーっつってなって、あのすいません村田兆治さんもよなんか伝説すぎてなかなか今でも僕は会っても口を聞けないご挨拶させてもらう程度の人が止める雰囲気はないですよ多分兆治さん僕らの中には。でその人が止めるということはよっぽどの感じだったんですね。兆治さんを結構よくしてもらって仲良かったんや。江夏さんとか兆治さんとかちょっと違うじゃないですか。そのこうなんていう A 軍 B 軍ってあったらこう分かります？分かるよ。言ったこと分かるよ。だから可愛がられるでそのなんていうんですかね、おかしいですもんね。そこじゃない、ね。だから面白いのは違うんやろな。俺ってそういう人に可愛がられるんよね。それはそうですよね。分かりますよ。それもだって監督に媚びない選手人たちじゃないですか。うん。長寿さんも。まあね。だって袴田さんにノーサインで投げてたんですよ。そう知ってる。で打たれたら。